はい、皆さんこんにちは、ターザンのボゾウです。そして大阪です。あの、ミヤボーです。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。チャンネル登録と高評価と通知音もよろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。はい、ということで今日は、モンストブライタル4キャラ使用後が使用か、大丈夫、第2企画。はい、今回のガチャキャラね、3体を評価していきたいと思います。はい、はい、はい、まずは非属性ダルタニアンアルファ。はい、ダルタニアンアルファ、はい、反射陣バランス型の、アンチダメージオール超アンチワープ超マインスイッパー M アンチ魔法陣の4番ギミックですね。はい、そして、回復 M と SS とアンチャージ L となっております。はい、ストライクショットが、遅延ですね。リナの回目では4ターン遅延することができます。はい、そして友情コンボ新友情超強酸方向追従型貫通弾。はい、して爆発になってますね。うん、はい、という感じなんですけれども、はい、ダルタニアンアルファは強い。おー、シンプルな。いや、手触りかなり良かったですね。まあ、そもそもやっぱこう4アンチギミックに対応していて、結構まあいけるクエストがあって、まあ現状でもあるっていう感じですね。うん、まあ離れ小国だったりとか、未開じゃなく、未開もだね、未開の52。はい、そして、近畿の2、試練2。はい、なんかでは、近畿じゃないですね、すみません、天馬ですね、天馬の試練、はい、なんかでは、まあ、適性をもらっていて、はい、しっかりとどのクエストでもめっちゃ強い。おー、ちょっと未開50には来てないんですけど。そうだね。うんうん、でも、絶対強いと思います。まず超バランスで、超アップ超マインの殴りがありまして、遅延がやっぱり高難易度にめっちゃ強いですね。うん、なんかね、遅延があのボグデンと一緒で4ターン遅延なのが良かったっすね。あの2段階目ね、はい、4番長いね、4長い4長いですね。なんか24ターンだったからワンチャン一緒だったらいいなと思ったけど、ちゃんと一緒だったっつうのが高評価。うん、はい、もし試練、あ、ごめんなさいね、うん、試練2のボス2とか、あ、そうそう、試練2で特に遅延がね、覚醒ゲージがあるところとかではもう、うん、ありえないぐらい遅延するんで。うん、まあ、雑魚処理にも遅延、あそこですごい役立つし、うん、あそこなんか HP 回復してくるし、素材もしてくるし、うんうん、すごい雑魚セットをすごいやりづらかったんですけど、はい、なんかミューズとかと結局合わせるから遅延には、うん、かなり SS の遅延を打てるっていう、うん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 、うん、それも良かったかな。そうなもんで、試練2はついになんか最終兵器感はありましたね。まあ別に今までもキャラは強くはなってたけど、うん、まあそれでもやっぱね、やれるときはやれるって感じではあったな。まあ、崩壊気味ではあったけど、もうこれでさらに崩壊感は増したかな、うん、遅延のおかげで。まあ、ダル、ミューズ、そう、ミューズガブっていうね、やっぱそのかなり強力な、あのやっぱ限定の相方になれるキャラがいるので、うん、まあよりそのダルタには引き立ってるのかなと思いましたね。はい、なんで、この来たところがいいところに来たなって感じですね。うん、ギミックの合わせ的に。はい、で友情コンボは、まあ、強いっちゃ強い、結構強い、4倍ですね、うん、普通の3方向の4倍なんで、まあ、普通に強いです、バランスものって。うん、うん、普通に強いかなっていうぐらいですね。うん、結構その通る、あ、それ通るんだみたいな、離れ小国とかでも、あ、これ結構ダメージ出るなみたいな感じもあったんで、うんうん、普通に友情コンボとしてはかなり強友情をもらっております。うん、でもパンドラにはこれつかないでほしい。なんか、まあ、悪くはないんだけどね。そうそうそう、だからそのなんだ、エクスカリバーとかの衝撃はもちろんないわけですよ。まあそうか、うん、多分キラーもう一個分ぐらいだと思う。リアルそうだよね、うん、うん、したら結構いいんじゃないかなと思ったけど、ね、強いと思うけど、でもやっぱり3方向追従拡散弾、貫通弾バーストになってほしいですね。うん、どういう意味がわからん、どういう友情、もうすごいことになっちゃう。まあ普通にこれが当たったところ爆発すればいいだけなんで。それマジ最強すぎるんだわ。そしてタンチャイル、うん、そして回復 M、 このサポート性能も忘れちゃいけない、かなり強力な部分ですね。うん、なんで、ダルタニアンファはかなりその高水準にまとまっているなと思いました。うん、どうですかね、これからその未来にそのダルタニアンアルファが一番強いよっていうクエストが出てくるかは分かんない。まあそう、うん、結構過酷絵にハマってるところがいっぱいあるから。うん、まあ離れ小国とかね、うんうんうん、離れ小国マジ強かったけどね。うん、でまあ結局ダルがいけるっていうことはそのなんだ、まあ、ミューズとてかガブカとかと一緒に連れていくことになると思うんで、うん、そういうクエスト今後出てくるかなっていう感じですね。うん、まあでもまあ雑に
ミューズガブみたいな感じ、あ、ミューズダルみたいな感じで連れていくことあるかもね、全然、うん、ギミック対応が偉いから、うん、はい、まあ、転送と減速やっぱ対応してないのが今後っていう感じだね。そうですね、最近のやつではね、結構やっぱり転送はね、うん、来てるんで、はい、うん、まあ、転送を出せばとりあえず役もも潰せるし、うん、いろんなやつ潰せるから多分便利に使ってきそうなんだよね今後。うん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 、まあ、ゆえにやつが強いじゃん今、ナイトメアが環境的に、はい、うん、ナイトメアも出したしこんぐらいいっかっていう感じなんですかね、こっち側はね。そうだね、そんな気がするね、うんうん、まあ、でも結構俺は嬉しいです、こいつ、うんうん、いいなって思ってる、うん、まあね、ダルテナルファはかなり高水準なキャラです、うん、続きまして、はい、モスコミュールアルファ、はい、貫通要請超パワーパワー型の、アンチ重力超アンチワープマインスイーパー M 新オフジ EL となっております、はい、SS が弱点効果アップですね、はい、事業化プラス、そして攻防アップと白爆発 EL となっております。まあ、元のモスコミュールとはまたちょっと一風違った感じですね。そうだね、うん、まあ、新大封じかながまあ継続されてるんですかね。とりあえずこのキャラはコルティーナ専用機だと思います、うん、おそらく、うん、そうね、コルティーナね、はい、自分たち出してないんで使えてないんですね。さすがに使えてないんですか、うん、使ってみた動画参考にそこは見たんですけど、はい、まあ、コルティーナではなんか SS が強そうでしたね。あのコルティーナ その弱点弱化、弱点弱いか、うん、うん、弱点が倍率が落ちるやつ、弱点対価うん、青くなるやつ、はい、まあ、その弱点 の対価しちゃうと全然ダメージ取らなくなるっていうね、うん、感じのコルティーナだと思うんですけれども、まあ、それをもう無視できるこの SS で、いや強いね。俺勝手にさ、なんかワンショット目だけかと思ってた。そうですね、うん、強化続くのが最初に触れた時なんで、うん、そう思ってたんですけれども、まあ、何回も塗り替えられるっぽいんですよね、使ってみた。そうそうなんだよね、見てるとみたいな感じ、弱点が弱くなってしまった後にモスコミュールが当たって、でまた弱点弱くなった後に当たっても強化の状態になってたんで、ね、うん、この SS はかなりそのなんだろうな、確実にボスに大ダメージを与えられる、うん、SS マジでギミックを1個消せるだけで、うんうんうん、あそこかなり楽になると思うんで、うん、いいかなと思った、はい、こいつは苦手な人はぜひっていう感じのキャラかな。深淵でも使ってみたんですけれども、うん、投げたね、うん、深淵では全然強くなかったです個人的にはっていうか多分密用の方が強いと思います普通に。なんかやっぱり友情も多少なりとも入るステージだからさ、うんうんうん、こいつやっぱり友情、まあ、誘発じゃん、うんうんうん、微妙だよ。そうですね、まあ、コーアップとかはいいのかもしれないんですけど、そもそもあそこって結構その0-100のステージというか、まあ、めっちゃ削るか全く削らんかみたいなステージじゃないですか、うん、入ったら削るしみたいな。そう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 、だからなんかもうそもそもそこは密用で、まあ、かなり十分に強い、うん、まあ、密用が、ね、いなかったらもちろんね強いんですけれども、彼女もダブルキラー以上持ってるので、うん、うん、そう考えると、まあ、その深淵のためにはいらないのかなとは思いましたね。もう反射員倒すのが大変だったまあ確かにキラーが乗ってない、そうやっぱキラー乗ってないとちょっと、うん、まあ超パワーもやっぱりマストだなと思ったし、うん、そうだから超重力つき忘れたこの子みたいな。あ、超重力ついてたらね思ったけど、うん、うん、まあ、ついててもまあなんか人殴りが微妙だな。そうだね、キラー乗らない、キラー乗らないと投げたりしかね、うん、4万5000あるけど、あそこのステージではちょっと微妙だったかな。そう、まあ、劇的に簡単になるっていう感じはないよね、うん、まあ、結局はなんか超ワープのキャラなんでコルティーナの方が重く見てるんだろうなっていうのは性能的に感じましたね、うんうん、で、コルティーナを欲しい人、コルティーナ周回を欲しい人は、うん、狙った方がいいけど、まあそうじゃない 99% の方はいいんじゃないかな、まあ、激凛とも組み合わせたいよね、うん、やっぱ速度感っていうのは不安あるの、スピードアップ欲しいですね。そう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 、激凛とはすごく合わせいいんで、うん、攻防アップ爆発も活かせるし、スピードを遅いところもケアできるんで、うん、セットだね、ハッピーセット激凛モスコミュールは、
こいつだけでいったらちょっと、大丈夫かなっていう風になるから、まあ、あんま動けないですからそう、あんま動けないから加速浴びないしね。そう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 、 SS の回転もそんなにいいわけじゃないから、うん、はい、といった感じでした。まあとりあえずコルティーナ出して試したいですね、これは実際に。そうだね、うん、まあ、でも強いんじゃないかな、コルティーナでは。コルティーナではめっちゃ強そう、うん、モンゴルフィア姉妹アルファ、貫通アジン砲撃型のアンチブロック、アンチ魔法陣、アンチ転送壁して状態上レジストとなっております。はい、 SS が、自強化プラス、状態異常と魔法陣を解除します。友情コンボが超強スナイプバレットと、超強全敵貫通ロックオン消費者さん、このサブ友情の方、水属性の方は、政宗の、以来2体目となっております。うん、で砲撃型なんでかなり強力なものですね。はい、はい、ということで、まあご覧の通りというか、うん、ザコ狩りキャラですね。はい、ザコ狩りキャラ、ショコキャラ、ショコ仲介キャラ、アパレルみたいな、うん、そうですね、まあ、ヒット数がたくさん出て、サソリも倒せますし、広範囲に、まあ、このだから60万ぐらいですかね、ダメージ全敵の貫通ロックオン衝撃波、うんうん、を出せます。そして魔法陣を解除できますっていうキャラ、うんうん、で、まあ、ブロック魔法陣転送っていうのがこれ全部ね、あの最初から出てるギミック、うん、その1ターン目からその登場しているギミックなので、この3つに対応しているというのはかなり、お役立ちですね、うんうん、そんなお役立ちキャラです。はい、まあ、友情キャラとしてはめちゃくちゃいいよね、ブロック魔法陣で貫通っていうのは、うん、かなり動きやすい、ね、対応しなくて困るっていうのは結構あるもんね。ね、めんどくさいですよね、うんうん、まあ、状態上回復魔法陣効果意外と探したらいましたね。でも8ターンのやつは結構少なかったから、うん、まあ、一応希少枠なのかなって感じ。あの未開の上位で出に入る闇の、はい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 、あのやつじゃないや、クララだっけ、なんだっけ、あの、なんとかミスみたいなやつ、そうそう、テレミナスみたいなクララミスとかなんか、そいつが8ターンで同じ SS 持ってるんですけど、まあそうだね、魔法陣効果解除にも使いたいし、このヒット数も使いたいってなったら、うんうん、こいつっていう卓になるかもね。もうなんで初期って結局その特にオーブ回収とか、うん、でもう、まあ、パーティー変えたくないじゃないですか、うんうん、そうだね、とね、バーってなんか適当にルシファーとなんか爆発とゴルフィア入れてバーって、うん、まあ、大概のクエストがそれで、うん、回れるようになってますっていうキャラだと思います、うん、結構ね、その今までだったハメパイ、ハメパイプ、うん、使ってる方が多かったと思うんですけれども、まあ、そこの枠ですかね、うん、そうだね、うん、そこで使えるんじゃない、魔法陣直せるハメパイ、うん、お、まあ、だから雑に連れてった時にルシファーとね、うん、ルシファーがひよこになっちゃっても即殺のこいつで速攻回復してワンパンみたいなね、ですね、感じができると、はい、ストレスなく初歩周回できるキャラ、うん、まあ、なんか初歩周回キャラ出してくるってことは、うん、そろそろリセット近いんじゃないですか。あ、どうすかねどうすかね、近いんじゃないですか。この間、はい、この間あったよね、でもね、この間っつっても10周年でしょ、あれ10周年の時だっけ、うん、じゃあまあまだ1年経ってないから1年経ってないんだ、まだかな、まだかでも、まあ、全然なんか意外とするしてくるイメージあるから、ショコリセットに関してはですね、ババゾンさんが回収し終わった頃にね、来るんでそういうことか、この動向をちょっとね、もう見守っておきたいところですね、うん、でも実際思ったところはこれ副友情とメイン友情の属性逆にしてほしいわ、まあ、サブ友情というかこのね、前敵の方が、まあ、使いたい方の、うんうん、そう、政宗が持ってるやつだからね、うん、結構強いんですよね、まあ、これが水属性っていうのは、ちょっと使いにくいのかな、そう、これが闇でヒット数出す方がサブで水の方が俺は使いやすかったなっていうイメージ、スナイプバレットコピーしたいことってないでしょ、うん、ほぼないような気がしてるんで、うん、だからここはちょっと残念要素かな、うん、個人的には、まあ、調整入ってますね、うん、なんか調整されてるね、やだね、うん、以上3キャラ、はい、になっております。はい、まあ、うん、ダルタニャンかな、ダルタニャンかな、うん、強いのは、いや、ダルタニャンはね、いや、今もらってるところがあるんだよね、ちゃんと、うん、まあ、てかスペック的にも誰たりなんだろうかな、うん、でちょっとモスコは測定不能すぎるというか、ちょっと尖りすぎてて、まあ、大体の人はあんまりいらないんじゃないかなって思ってますね。そもそもコルティーナをね、
周回してって思ってる人は欲しいかもしれない。うん、それから1体確実欲しいから頑張って周回してます今庭園を。うん、それ以外の人はなんか使わないかなっていう感じがするよね。ちょっと癖がねありすぎるかな。うん、ダルタはいいよな。マジ広くて。マジ広いと思います。なんかおすすめの魅的なものは。ダルは結構即遊即殺遊撃な。確かに。うん。あと攻撃力も上げたいですけどね。うん、うん、まあ割と即殺遊撃よりかな自分は。うわあ。友情結構強いと思うんで。まあ過激で今過激つけてるんで過激で。殴りようね。殴りもね。ちゃんと小腹でね。でも遊撃めちゃくちゃいいと思う。うん、結局未開52でも友情使うし。うんうんうん。友情入るじゃないですか結構。めっちゃ入る。うん。まあなんか、だから試練でもちょいちょい入ってたんで、なんかガブのコピーとかと組み合わせたりとか、ね、爆発誘発で味方触れてからだったら友情上げられるんで。うんうんうん。うん、まあなんか少しでも削ってたの雑魚ってイメージあるんで遊撃つけてもいいなっていう感じ、うんうん、ちょっと悩ましいね。なんかね即殺はなんか俺はいらないなって気がした。あ、一個クエスト的にって感じ。そう、なんか結構その、うん、なんだろう、ミューズと組み合わせるパターンもあるし。はい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 、はい、うん、まあね、試練で使うんだったらいらないね、間違いなく。うんうんうん、結局撃てるもんね。結局撃てるミューズに絶対溜まるから。うん、だからまあ遊撃過激もあるんじゃないかなと思います、ね。うん、はい、モスクミュールは、過激だと思います。過激ゼンツちゃんでいいと思う。ゼンツちゃんでいいと思います。属殺いるかな。ちょっとねコルティーダやってないからねあんまりイメージが湧かないんですけど、まああったらあったで多分役に立つとは思う属殺は。うん、なんかね、うん、事故りたくなかったら属殺つけておいてもいいかも、うん、なんか最初の魔導士のところとかもなんか魔導士じゃねえや普通に聖騎士のステージとか、うん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 、苦手だなって思う人は即殺つけておいた方が安定かもね、うん、もしかしたら、モグルフィッシュ前は、まあ、即殺遊撃なのかなとは思います。うん、まあなんか即殺あると初歩周回がより快適にってか、なんか即殺がないとこの SS な、なんも言えない意味なさそうだな。だいたいね初歩周回って8体内終わると思うんで、うんうんうん、そうだね、即殺マストで、まあ、即殺遊撃も悪いのかな。うんうんうん、うん、まあ飲まれ使う人もいいのかね。ね、あるかもしれないですね。うん、ちょっとやったけど、まあパーツとしては1数稼げるんで、うんうん、ありかなと思ったけど俺は。うん、まあね、専門家の人によるかもしれない。はい、はい、まあ以上3キャラですね。はい、まあ今回は、まあ、個人的にはやっぱダルタニアンなので、うん、なんだろうな、ちょっと当たり少ない感じがする。お当たり少ない当たり少ないような気がするな。あ、うん、みんな引いてねとはちょっとあまり言えないかも。あ、なんかやるコンテンツによると思う。うん、うん、まあアルファって結構ねとんがりキャラが多いから、うんうん、いつもそういうこと言ってるかもしれないですけど、うんうん、今試練やってて2位すごい面倒くさくて困ってるって人はダルタニアアルファめっちゃおすすめです。うんうんうん、やっぱ遅延が強すぎるんで、うん、でコルティーナ欲しい人は俺一体持っといた方がいいんじゃないかな、うん、モスコミュールは、モスコミュールとは思います。まあ、ちょっと実際使ってないんですけど使ってみた動画を見てる感じだと、うんうん、モンゴルフィアはまあ最悪なんかまあいいかな、うん、まあなんか便利キャラなんで、そう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 、うん、まあいたらありがたいけど、まあ見なくてもね、固定打ちでなんか使うかもしれないけど、うんまあ、なんか何とでもなりそうな気もしてるっていう感じかな、うんうん、はい、ということで、じゃあコンテンツに合わせて自分の欲しいやつを狙うかどうか、うん、私引く理由を考えればなんか引いといた方がいいなと思うんだよな。このモスコミュアルファの進化前は、モンスト史上ね最もおめでたいキャラとなってますので番号ね、はい、7777なので、はい、まあ、こちらはやっぱ記念として取っておきたい方はね別にないの。そのそここだわりある人。取りたいのは別にないと思ってる。オタクだな。そこのお守りとして。はい。いないと思いますけど。うん、はい。はい。という感じですかね。はい。
俺はまあダルタニアルファ欲しいなっていう感じかな。馬場さんもフレンドにいるやつ使ったんでしょ、うんうん、使ったね。そうですね。ただ俺は結構マスコミール使いに見だったけど、うん、いやあの深淵ってむずいわって思った。なんか、うん、なんかやっぱ深淵のクエストとモスコミールがちょっと噛み合ってない感じしましたね。なんかあんまなんか助かったなっていう感じにはならないかな。まあオーデンダが強いんよ比べちゃうよね。そう、結局なんかもうあそこも死ぬときは死ぬからっていうね、配置とかでもう無理なときは無理なの0100っていう。そうそう、なので気がする。それは何とかしてくれるっていうわけじゃなかったですね。そうだね。なんだろう、匂いも強いうん、そう、あそこはなんか SS があんま意味なかったですね、うん、やっぱ靴からもらえる弱点強化の倍率が高いので、はい、うん、はい、という感じですかね。はい、はい、ということで以上になります。我々メンバーシップもやっておりますので、そちらもチェックしてみてください。ということでご視聴ありがとうございました。また次回お会いいたしましょう。バイバイ。世界